講師の方向を変わりまして、これより第2クォーターに入ります。合同チームフォースダウン7の状況から試合再開となります。さあこれをリターンとこに入れ星稜ナイスリターン。リターナー22番、かなり厳しいパントの軌道でしたが、これを果敢にもキャッチ、そして相手とすれ違うように見事なリターンしまして、フィールド中央付近からの攻撃となります。星稜高校自陣46ヤードの近くの攻撃となりました。素晴らしい判断でリターンしましたのは星稜高校22番の浅星稜、このチャンス生かせるでしょうか。ボールオン自陣46ヤードからファーサー打って、さあディープいった、しかしパス不成功。ここを攻撃と一気にロングパスを展開しました星稜高校。ターゲットは87番、しかしこのパスは三校合同チーム見事なカバーでパス不成功となりました。ここでホイッスル。ここで負傷者が発生しましたので、レフェリータイムがタイムアウトが入っております。さあタイムアウトを解けまして試合再開となります。星稜高校ボールオン自陣46ヤードからセカンドアンテ、24番パスの登場としましたが、プレッシャーを感じてスクラム、緊急発進でランプレーに切り替えましたが、見事なステップワークで約9ヤードのゲインとしています。素晴らしいランをしましたのは星稜高校24番の畑。ここで負傷者が発生しておりまして、レフェリータイムアウトが入っています。さあ、まもなく試合再開となります。星稜高校相手陣45ヤードの位置に入りましての、サードダウン残り1ヤードで試合再開です。星稜高校ファーストダウン。クォーターバック24番、パスを投じると見せかけ、そこから決め打ちのランプレー。右オフタックル付近駆け上がりまして、攻撃権更新です。星稜高校ファースト。見事攻撃権更新を決めましたのは星稜高校クォーターバック24番の畑。これにより星稜高校相手陣40ヤードの位置に入りましてのファーストアウト。Oh!
クォーターバック24番、ワイドレシーバー87番にパスを通し、87番キャッチアンドランで約8ヤードのゲイン。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。見事キャッチしまして攻撃権、前進を果たしましたのは星稜高校87番の原田。星稜高校相手陣31ヤードからセカンドダウン、残り1ヤード。中央へ並んで、さあ突破なったでしょうか。わずかに押しとどめられております。合同チーム見事な粘りでした。なにわ空6番岡本、相手のタックルを弾き飛ばし、そのまま攻撃権更新を図りましたが、しかしわずかに届いておりません。星稜高校相手陣30ヤードからサーダウンインチ、1ヤード残りない状況、そのわずかな距離の攻防戦が間もなく始まります。ナイスファースト。クォーターバック24番、ここでハンドオフフェイクから自らキープ、相手を引きつける裏をかく形で左オープンを展開しまして攻撃権更新です。星稜高校ファースト。これにより星稜高校相手陣20ヤードに入りましてのファーストアンテ。ファースト。クォーターバック24番、ここをパスで一気に攻めようとしましたが、1点ここでスクランブル、右オープンに展開しまして、この判断コースをしまして攻撃権更新です。星稜高校ファースト。星稜高校これにより相手陣8ヤードに入ってファーストダウン2ゴール、残り8ヤードの攻防に入ります。タッチアウトまでエンドゾーン残り8ヤード。パス不成功、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。失礼しました、カメラのアングル撮影できておりませんでしたが、ここでイエローフラッグが発生しています。さあこの反則、果たしてどちらにやったでしょうか。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、前パスが浮いている間に相手選手に接触して妨害しました。アメリカンフットボールは前パスが浮いている間は双方ともに相手に接触してはいけません。この反則によりまして、反則がエンドゾーン内であったため、相手陣2ヤード1からの攻撃権という形で攻撃再開になります。星稜高校、そして攻撃は1回目に戻りました。星稜高校ファーストアンドゴール、残り2ヤード。ここはゴーダーチームナイスです。星稜ここは中央へのランプレーで突破上がりましたが、合同このパワープレーを見事に封じました。まず1回目の攻防は合同チームに軍配が上がりました。星稜高校2回目の攻撃に入ります。星稜高校セカンドアンプゴール、残り4ヤード。
ターバック25番、ここでパスプレーに仕掛けて左へオープンへのランプレー。相手ディフェンスがカバーされている、相手をカバーしている間にその隙間を縫うように左オープンを駆け上がり、そのままエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。星稜高校6点獲得です。そしてタッチダウンの後のワンプレー、トライフォーポイントに挑みます。キックフォーメーションをキッカー87番に託しました。キッカーは原田。キック成功、1点追加、星稜高校7点、合同チーム10点。星稜高校ここでまず反撃のタッチダウンを決めました。ここでウォーターブレイクが入ります。前半第2クォーター残り時間5分を切った状況になっております。試合は素晴らしい白熱した攻防となりました。まず序盤第1クォーターは3校合同チームが星稜高校のミスをつくような形で先制となります。タッチダウンフィードゴールを決めて10点リードしておりますが、この第2クォーターに入りまして星稜高校がその反撃ののろしと上げる形となったタッチダウンを決めました。得点差3点の状況で残り時間5分の攻防に入ります。まもなく試合再開となります。先ほど得点を挙げた星稜高校のキックオフで試合再開となります。星稜高校キックオフキッカーは87番の原田。対しますリターナー3校合同チームは一宮西立高校40番の1位、三田松雲館高校、失礼しました、三木高校でしょうか、10番の選手が配属されています。さあ40番にターン入った。このリターンは自陣30ヤード付近でボールデッド。この位置から3校合同チームの攻撃と変わります。リターンしましたのは市立西宮高校40番の1位。3校合同チーム自陣28ヤードの位置からの攻撃に入ります。3校合同ファーストアウト。さあまずは中央のランプレーによりトップを図ります。しかしこれは星稜高校ディフェンス対応しましてノーゲイン。三国合同そのままセカンドダウンに入ります。三国合同チームセカンドダウン10、ボールオンは自陣28ヤード。再び中央へのランプレーを託しました。
合同チーム。しかしこれも星稜ディフェンス守り厚くゲインありません。サードダウンに変わります。さあ三校合同チーム、この状況を打開できるでしょうか。ボールオン自陣28ヤードからサードンテン。さあ三度の中央へダウンプレー。今度はフルバックに託したダイブプレーでした。キャリア15番、一気に攻撃権更新を図りましたが、しかしわずかに届いておりません。フォースダウンに変わります。しかしキャリア3打昇雲館高校15番の松下、素晴らしいランでした。合同チームフォースダウンでパントフォーメーションを選択します。星稜高校リターナーは13番と22番が配置されています。さあスナップ乱れているが、果たしてどうか。さあランプレーに変えた。このスナップの乱れをなんとか三田昇雲館高校73番の樋口自らの総力で高い測りましたが、しかし攻撃権更新に至らず、結果的にこの位置で攻守交代という形になります。星稜高校、結果的に相手陣に入った位置からの攻撃を得ます。星稜高校相手陣34ヤードからファーストアウト。パス不成功。コーダーバック24番、ここで合同チームのブリッツが入りまして、プレッシャーを浴びながら、しかしパスを投じました。レシーバー、しかしこのパスをキャッチできず、パス不成功に終わっています。攻撃権1つ失ってセカンドダウンに変わります。星稜高校セカンドダウンテン、ボールオン相手陣34ヤード。前半残り時間は1分57秒。パス成功、ナイスパスカット。クォーターバック24番プレッシャー浴びながら、中央付近にいましたレシーバーへのパスを投じましたが、このパスはカット。しかしイエローフラグ、反則が発生しています。さあこのプレーで発生しました反則は果たしていずれのチームにあったでしょうか。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、前パスが浮いている間に相手選手に接触していました。反則自体は軽微なものでしたが、この発生地点で攻撃権が1回目に戻りまして、この位置からのファーストダウン点に変わります。従いまして星稜相手陣29ヤードからファーストダウン点。前半残り時間1分50秒でこのチャンスを生かすことができるでしょうか。この時間がゼロになりますと、この位置関係は全てリセットされます。パス不成功。クォーターバック24番、ここでディープゾーンへパスを投じようとしましたが、プレッシャーからそのパスはショートしました。攻撃権一つ失ってセカンドダウンに変わります。星稜高校相手陣29ヤードからセカンドダウン10。
ナイスディフェンス。クォーターバック24番、ここで猛烈なブリッツを浴びてその裏をかくようにパスを投じましたが、三高合同21番見事なパスカットでこのパスを封じております。星稜高校ダウン一つ失ってサードダウンに変わります。さあ星稜は3回目の攻撃に入ります。ボールオンは相手陣29ヤードの絶好の位置、しかし攻撃圏必要距離は10ヤード。合同を防げるでしょうか、星稜突破できるでしょうか。星稜サードアウト。パス成功。クォーターバック24番、今度は左側にいたワイドレシーバー8番へのパスでしたが、これを合同チーム12番見事にカバーし、パス不成功に終わらせました。見事なパスカットを決めましたのは三田松雲館高校12番の山口。星稜高校フォースダウン10、プレーを選択します。ギャンブル。4回目を攻撃します。10ヤード前進しないと攻撃権ロストとなりますが、さあこの判断どうなるでしょうか。星稜フォースダウン10。パス不成功。クォーターバック24番プレッシャーをかいくぐり左オープンへロールしながらワイドレシーバー8番にパス。ターゲット空いていましたが、しかし走りながらのパスでコントロール乱れたか、パス不成功に終わりました。4回目の攻撃失敗となりますので攻守交代です。ターンオーバー。素晴らしい攻防戦でしたが、しかしこの軍配が上がりましたのは三高合同チームとなります。三高合同チーム自陣34ヤードからファーストダウン10。ここでタイムアウトを合同チーム取ります。合同チームここで前半2回目のタイムアウトを取りました。白熱した攻防戦でした。これによるその気持ちの切り替えとタイミングを取り合わせるために一旦ここで合同チームはタイムアウトを取った模様です。失礼しました。ボールのセット位置を誤っておりました。ボールオンは合同チーム自陣29ヤードの位置に配置されています。さあ試合再開となります。合同チーム自陣29ヤードからファーストダウン10。さあここでフルバックのダイブプレー。キャリア14番相手タックルをかわしながら約4ヤード5ヤードのゲインとしています。ゲイン果たしましたランニングバック15番は松下。合同チーム自陣34ヤードからセカンドダウン5。さあ再びフルバックのダイブプレー。これも密集点をつきまして約4ヤードから5ヤードのゲインを果たしました。これにより攻撃権更新となっています。合同チーム攻撃権更新を果たしました。ボールオンは合同チーム自陣39ヤードの位置にあります。
かしこのまま時計を回し、そのまま前半戦を終える予定の算段のようです。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、星稜高校7点、三高合同チーム10点という形で前半戦終了となります。